はい、実況させていただいております城本慎一と言います。よろしくお願いします。今日はですね、こちらね、アーケード版のですね、サラマンダをねやっていきたいと思います。こちらよろしくお願いします。こちらですね、完全移植のね、プレイステーションの版なんですけども、完全移植版のねサラマンダね、アーケードのサラマンダの完全移植版ですね。こちらをね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。これコンティニューができないのでね、ほんとガチでね勝負する感じになりますよ、ワンコインでね。はい、じゃあこちらね始めます。で、先ほどですね、ライフフォースというね、別バージョンやってたんですけど、別サラマンダの別バージョンですねやってましたね。あっちはね、カプセル製のパワーアップシステムだったんですけど、こっちはね即ね直にねパワーアップアイテムを取ればパワーアップできるねシステムになってましたね。だからライフフォースよりもね、こちらのサラマンダの方がね少々難易度低いかと思われますね。もう直接ね取ればパワーアップできますんでね、こっちはね、あのライフフォースの方はねカプセル集めないとパワーアップできないですので、その違いが大きいですよね。うん、これ PC エンジン版のねサラマンダもこういうこれと同じですね。これと同じシステムですね。ファミコン版のサラマンダはライフフォースと同じシステムで、カプセル製なんですね。グラフィックスと同じ。はい。カプセルのパワーアップ製のシステムになってますね。だから、こっちがまあ本当のね、オリジナルのサラマンダですね。ファミコン版のサラマンダはだからライフフォースなんですよね。内容的にはね。でもこのゲームのやっぱ鬼門は3面が一番鬼門ですよね、やっぱりね、基本的にね。3面がやっぱり一番鬼門かなって気がしますね、サラマンダはね。おお、さあ、一面はなんとかクリアできそうですね、ノーミスでね。はい、これでゴーレムですね。まあ、脳みそですよね、完全にね。目玉脳みそですよね。これね、子供の頃僕ね、まともに見れなかったですよね。本当にね、グロテスクでね、見るに耐えなかったですよね。お、やばい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 、危ねえ。よし、倒した。ちょっとスピード足りないな。まあ、ファミコン版のね、サラマンダーはもう2面からしても違いますよね。もう、見た目がね。面の感じがね、もう全然違いますよね。火山ステージでしたもんね、ファミコン版の2面はね。宇宙ですからね、こっちはね。宇宙空間ですからね。やば。まあ、この面ぐらいはなんとかね、まあ、ノーミスでいきたいなとは思いますけどね。3面が一番鬼門ですからね、このゲームはね。あ、危ねえ。今死ぬかと思った。あ、取れなかったな、オプションが。あー、もうくそ。また丸腰状態でボス戦かい。うわ、この状態でボス戦きついな。テトランですよ、ボスね。今度機械のテトランですよね。ライフフォースのテトランはね、脳みそなんですよね。やばいやばい。よし、ちょっと当たった。ちょっと当たった。うわー、怖い怖い。これ、触手が怖い。触手怖い。あー、もう。おお、ちょっと強引やったけど、倒せた。でも、最後の一機やでも。三面、鬼門やからな。まあ、このゲームもパワー、あー、取れなかった。オプション取れなかった。
うわ、危ね。これどっから来るかわかんないもんな。読めないからな。上か。上下やったっけな。上下っていう感じやったっけな。真ん中に、おお、怖っ。真ん中にいる方がまだいいか。予測はできないけど、おお、上来た。うわ、無理やって、あんな。こりゃむずいわ。鬼門やわ、やっぱこの面は。コンティニューないからな。これ難易度設定もないよな。あ、難易度設定あるんや、一応。うん、まあ3でやってたけど。まあでもいいや、普通でやるか。もう一回ちょっとやってみますね。やっぱこれはね、パワーアップシステムがほんと楽でいいですよね。集めなくていいですからね、カプセルをね。もう直接取ればね、やがてパワーアップできますんでね。もういきなりね、もう序盤で最強に近い状態になりましたよね。やばい、やばい。おお、音楽やっぱいいですよね。サラマンダの音楽は最高ですよね。ファミコン版も好きですけど、ゲーセン版もいいっすね。よしよしよし。あー、しもたー。あ、でも一応取れるんやね。死んでもね。ある程度パワーアップをね、また取ったりできるから。あー、やば、危ね。今危なかった。よし。この再生細胞も怖いですよね。まあ、オプションも4つもあるからな。攻撃力は全然違うよね。この弾は弱いけどな。弾はバルカン砲であんまり強くないけど。うお、来た来た来た。うわ、守ってやがるこいつ、手で。おお、でも倒せた。今度はね、フルパワーアップ状態でね、テトラまで行きたいな。うわ、怖っ。あ、これは取る。あー、取れなかった。あ、でも4つあるからいいのか。オプションはね。弾とかね。弾のパワーアップは欲しいよね、今はね。おー、怖い怖い。怖いなぁ。よしよし。あ、オプションばっかりやね、出てくるの。なぜか。お、怖っ。怖っ。お、怖っ。怖いなぁ。あー。そうか。またこの状態で戦うのか、テトランとね。攻撃力弱いなぁ。まあいいか、しょうがないな。まあ、オプションあるだけでもだいぶマシやわ。そうそうそう、オプションがね、当ててくれるからね、だいぶありがたいよね。
こっちからね、突っ込んで当たりに、当てに行かなくてもいいわけよね。よし、いけた。さっきよりは順調やわ、今回の方が。よしよしよし。あー、取れなかった。まあいいや、オプションやからいいや。さあ、鬼門が来ましたよ、鬼門ステージ。うおー、これね、予測さえつければなんとかいけると思うんやけどもね。どっから来るかわからんかな、この波が。うわー、怖い。ちょっともう下から出てきたら来るって思った方がいいね。お、来た来た、来る来る、よし来た。もうよく見とかないと、炎もね。来る来る来る、うおー、来る来る、よしよし。ちょっと膨らみが来たら来ると思った方がいいな。うっ、来る来る、あっちか、あっちか。あんな何回も来るんや。うわ、今のは読めなかった。うわ、まだ来る。うわ、来る、あっちか、あっち側か。あー、惜しいな、結構行ったのにな。まあこんなわけでね、サラマンダね、こんな感じでしたけどもね、やっぱり結局は鬼門の3面はクリアすることはできませんでしたが、ここでね、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。